始まりました、ケンマスクッキング。今日やる料理はね、はい、じゃじゃん、とろけるチーズ買ってきましたってことでね、今日はちょっとね、新しいね、こうなんていうの、ワンハンドグルメ、ワンハンドグルメっていうのは、まあこうやって箸とかね、串とかにこう刺さって、こうやってこう片手でこう食べるね、まあホットドッグなんかが一番有名でしょうけど、それの形で何か新しいのできないかなっていうことで、僕はねちょっと考えてきたのがあるんで、それをちょっと現実にやってみたいと思います。まあちょっとね、うまくいくかどうかわかんない実験的な動画でもありますけど、まあ一応うまく いくといいなってことで一応考えてきたんで、ちょっとそれ説明しながらちょっとやってきますね。はい、調理スタート。さあ今日の材料説明いきますね。まずとりあえず卵4つ、それから、魚肉ソーセージですね。こちら多分1本か2本ですね、使えると思います。それからとろけるチーズ適量、あとピーマンと人参も少量使います。はい、ってことでやっていきたいと思います。ってことでね、でね、今日僕がちょっと考えてきたのを、ちょっとね、まずね、今回は実験的な感じなんで、まず僕が考えてきたその、どういう風な作品作りたいかっていうのを説明しますね。まずその僕がねイメージしたのはね、韓国のチーズハトックってあるじゃないですか。あれピョーンって伸びて美味しいですよね。あれをね卵焼きでやってみたらどうなのかなっていう風に考えたんですよ。でそれでまあ一応ね、その芯の部分がないとこう竹串とかに刺さらないので、まあ芯の部分をこの一番ね竹串こう刺しやすいこのお魚ソーセージね、魚肉ソーセージにして、でその周りにこのとろけるチーズをたっぷりで、その周りに卵焼きのを入れたいんですけど、やっぱこう今ね、やっぱインスタ映えとかさせたいなっていうことで、この人参とね、ピーマンでカラフルな卵焼きが周りで、中にこの、ソーセージが芯になって、その、食べる時にチーズがピョーンと伸びるみたいなイメージで、作りたいと思います。とりあえずね、今頭の中説明しましたけど、これからねちょっとねやりながらやっていきたいと思います。さあそしたらねやっていきたいと思います。まずねソーセージなんですけど、でいつものこのフライパンでやろうと思ってるの で考えてみたら、これだとねこう入るは入るんですけど、巻いた時に多分ねギリギリになっちゃうと思う。なんでこれをね半分の大きさでちょっとね、軸はこの半分の大きさで考えてみます。ってことで、じゃあまずねこれを剥いて半分に切りますね。はい、こんな感じで魚肉ソーセージを剥いたら、これをねちょうど真ん中ぐらいでね、こんな感じで切っておきます。はい、これが目と僕のイメージするこの軸となる部分ですね。はい、こんな感じで用意しました。さあそうしましたらね、外身のね卵の方なんですけど、ちょっとねカラフルに仕上げたいということで、まずとりあえずね4つここに卵を入れておきましたね。そしたら人参、これだけちょっと皮むいてあります。ほんのちょっとでいいと思うんですよね。その味にというよりかは彩りという形でこんな感じでね、この卵の割合に対してそんなにねたくさんだと今度、違う感じになっちゃうんで、この彩り的に入れたいんでね、こんな感じで、まあその今で言ったら大体1センチ分ぐらいですかね、こんな感じでこう使えますね。でこれはもう細かくもうみじん切りしてます。はい、こんな感じでしっかりね細かくみじん切りにしました。そうしましたらこれも全部卵の中に入れちゃいます。はい、そうしましたらね、はい、ピーマンの方も、これは大体半分ですけど、こう種取ってありますね。これもね、そんなにたくさん入れてもしょうがないと思うんで、その、半分ね、これ。だから、1個のピーマンの4分の1ぐらいでいいと思うんですけど、これもこんな感じで、みじん切りにしていきますね。これもね、これで、人参の赤とピーマンで、かなりね、カラフルな、卵焼きができるんじゃないかなと思います。あと、食感とね、少し香りも入りますね。こんな感じで、みじん切りにしていきます。あ、意外と少ないか。あ、じゃあ全部使っちゃいますか。じゃあこれでじゃあね、全体的にじゃあピーマンは半分使いますね。思ったよりなんかみじん切りしたらちょっと少なかったんでね、こんな感じで、はい、ピーマンもみじん切りにしていきます。こんな感じでピーマンもみじん切りにしました。そうしましたらこちらもね同様に卵の中に入れていきます。
さあそうしましたらね、ここにお塩ですね、お塩一つまみこんな感じで入れて、塩でちょっと下味入れますね。まあ大体 1% ぐらいでいいと思うんですけどね、1% ぐらいの塩味でこうやって味付けていきますね。でこれで、まあ、一応ね、焼いた時に少しカラフルな色目が出るのではないかと、はい、思います。はい、こんな感じでね、はい、これで卵の方も下準備 OK です。よーじゃあね、早速ね、実際に作ってみたいと思います。さあうまくいくかね、どうですかね、やってみますね。とりあえずじゃあまず油大さじ1杯、はい、入れますね。で大体ね、まあ、この量で2本分ぐらい予定してるんですよね。うん、まあどうなるか分かりませんが、こんな感じでじゃあまずダーッて入れちゃいます。よし、そうしましたらこんな感じでね、少し固まるのを待って、はい、こんな感じでなるだけね、このねフライパン全体を使って平らにこう卵焼きを作っていくイメージしてやっていきますね。で火加減は中火ぐらいでいいと思うね、慌てないようにね。はい、そんな感じで、はい、そうしましたら、はい、ここにね、はい、とろけるチーズね、とろけるチーズ、はい、こちらをこの真ん中にこうドバッと入れちゃう、ドバッとこのぐらいもう大量に入れちゃう。はい、そうしましたら、この上に、はい、軸となるこのソーセージ入れますね。はい、そしたらね、その上にまたさらに大量のこのとろけるチーズ、もうチーズの山っすよね。でこれがまあ軸の周りにドバッと入ってる状態です。はい、そしたらこんな感じでね、こうフライパンに吸ってこう動くような感じ。そしたらこれをね、こうね包んでいきたいですよね、このまま。あっと、こんな感じで、おっと、これがね、チーズを入れすぎたかな。あんまり入れすぎると今度ね、まとまんないような気もするけど、ちょっとね欲張りすぎたかな。でもこの、まあ、うまいことこの両サイドもこうくるみながらっていうのがいいと思うんだよね。いや、ちょっと待ってよ。こんな感じで、まあ普通のこう、だし巻きみたいにこう巻いてみようかな、じゃあ。ちょっと待ってね。よっ。おっ。おっ。ちょっと崩れちゃったな。よいしょ。ほっ。よし。いやー、卵がでかすぎたかな、これ。まあ、だけど、この感じだったら絶対的に、中は、トローンとなってるはずですよね。で、ここであんまり強火だとね、この、あれが、すぐ焦げちゃって、中が固まんないと思うんで、こんな状態でどうかな。で、よいしょ。おっと、こう絡めてあげて、いやー、これだとめちゃめちゃチーズが入ってると思われるけど、あれだね、うん、中の軸がどこにあるかわかんないから刺さるかな。じゃあまあとりあえずこれで1本目と、はい、そうしましたらこれをねしっかり焼いて、そしたらねこの入れ物にします。よいしょ、はい、こんな状態ね。これだとね、なんかこう、ワンハンドグルメっていうよりかはあれだね。普通のチーズオムレツみたいになっちゃって。はあ、どうかな、これ刺さるのかな、これだと。これで、この辺に軸が入ってるから。はっと。ああ、これ、刺さっても重たすぎて持ち上がんないね。ああ、これだとちょっとダメか。ちょっと今もう一回考えますね。さてね、まあこれがね、やっぱりこう後から刺すのに成功したとしてもこんなような状態でこう持ち上がらないですよね。これ多分ね、欲張りすぎてでかくしすぎましたね。だけどこれはこれでうまそうだな。どんな感じなんだろうね。とりあえずじゃあちょっとこれもまあこんな感じで持ち上がらないけど、これでちょっとあれだね、外れちゃったね。なんか
想定してたのと違うな。だけどこんな感じピヨーンってこう伸びる、これはねチーズオムレツとしては成功ですよね。そっか、まあでも一応食べてみるか。よいしょ。これはもう単純にめちゃめちゃ美味しい。だけど自分が理想とする形じゃないんで、ちょっとね今もう一回ちょっと考え直して、あのもう一回リベンジしますね。よし、やちょっとね今考え直して秘密兵器持ってきちゃいました。卵焼き器、やっぱこれで普通にこうやった方がいいのかな。でね、こう大きさ見てみたらこんな感じなんで、あれですね、ここの端があれだよね、おかしくなるよねきっとね。ちょっと待ってくださいね。よし、そしたらねこのねまた新しいちょっと魚肉ソーセージ持ってきましたね。そしたらねここねぴったりの長さにしたら具合がいいんじゃないかな。こう回してもね、あとで刺す時にあの入り口が見えやすいしね。ってことでこんな感じでこのギリギリのところでカットしてみますね。こんな感じでね、はい、そうしますとこれがもうぴったりの感じですよね。これをね軸にしてちょっと巻いてみる作戦にしたいと思います。はい、そしてねあのさっきあの失敗した原因ではちょっととろけるチーズをなんか強引にたくさん巻き入れすぎたっていうのもあると思うんですよね。なんでちょっともう今度はねこれ使ってみようかなと思う。とろけるチーズのこのなんていうの、板みたいなやつ、これでしたらねなんていうのかな、先に準備して置けるんじゃないかなと思って、ちょっと作戦変更ですね。さあそうしましたらこれをこういう風にもう取ってですね、でそしたらね最初の段階でもうこれに巻きつけといたらいいんだよね。そうすればもう慌てないで済むからね。あ、ちょうどぴったり一周ぐらいですね。あ、ちょうどぴったり一周だ。でこんな感じで少しここなじませといて、さあこんな感じでしたら、まあ後でこう卵焼き焼くときに慌てないで入れれるんで、最初の段階でこういうのような状態にして、でこれで先ほどのこのねあのカラフル卵を巻きながらこうやっていきたいと思います。で巻き終わったのを最終的にこれでね、この今の段階じゃ刺せないんで、巻き終わったらちょっとね鉢持ってここをスパッと刺して、こういう状態でこう卵焼きが食べれたらなっていう想定でちょっと今やってみたいと思います。よー、じゃあね早速ねやってみたいと思います。まずねこの卵焼き器にこれねティッシュかなんかでこう油つけてこれをなじませますね。はい、よいしょと。はい、そうしましたら、はい、ね、いつもの卵焼き作るのと同様にちょっとずつねこう入れていきますよ。こういう感じで入れたら、まあ、薄くねこういうふうにこう伸ばしてあげて、はい、よいしょ。さあそうしましたらここで、はい、先ほど準備したねこのチーズ入りの、魚肉ソーセージをここぴったり入りますからね、こうぴったり入れて、よいしょ。でこう うまいことこれを軸に巻けるといいんですけどね。これは反対だったかな、ちょっと待ってくださいね。でここで卵が焼けたらちょっとこういう感じでこう巻いていけるかな。よいしょ、あ、いい感じに巻けた。よいしょ、ほっほっ、よいしょ、こんな感じでしっかりここでこう固めてあげて、ここでじっくり焼いてあげる。これであれかな、もしかしたらあんまり極端にこの上巻いちゃうと刺した時に重りであれかな、また持てなくなっちゃうかもしれないね。とりあえずこの薄さで検証してみたいと思います。じゃあまあとりあえずこれでこんな感じでしっかりあの焼いたら、中はもうチーズなんでとろけてる状態になってると思うんですよね。そうしましたらこれをよいしょと、とりあえずここに移して、はっ、よし、天串
竹串でここのここがもう断面こう見えてますからね、この状態だと。でこれだったら刺しやすいと思う。でこれでこう竹串をガッとこう刺してあげて、よいしょ。あ、この大きさだったらこのようにこう持つことができるね。でこの竹串があれだったら割り箸とかでもいいだろうけど、割り箸とかだと今度は刺しづらいからね。あ、ちょうどこう一巻きだったらうまくいきますね。こうやって持てますね。はい、そうしましたらここにケチャップね。ケチャップと、よいしょ。よ。はい、マヨネーズもちょっとつけようかな。よいしょ。まずね、色目的にこの青、このね、青、こう、青のりちょっと入れてみようかな。これで少し色目が可愛くなるかな。こんな感じで。はい。できました。ってことで、ちょっと試作ですけど、とりあえずの完成となります。これがね、第一項、この、なんていうかな、チーズ、研磨式チーズ卵。なんだろうな、研磨チーズエッグ。これでいいか。チーズエッグの完成でーす。じゃあちょっとね、食べてみたいと思います。よし、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。はいはい、今日の感じ、こんな感じだよ。美味しそうに取れてっかな。なかなか可愛い形にできましたね。はい、じゃあね、早速ね、食べてみたいと思います。ということで、はい、いつも通り、はい、チューハイタイム。はい、皆さん、お疲れ様でした。乾杯。おいしい、もう美味しい、へへーってことで、はいはい、今日の感じこんな感じだよ。美味しそうに食べてっかなってことで、まあね、ちょっとね、これ初めてなんで食べてみるまでわかんないですよね。じゃあ見た目はね、こう可愛くできましてね、問題はこうチーズがピョーンってなるのかね。でとりあえずさっきの失敗を踏まえて、こうちょっと小ぶりにしたことによって、こうちゃんとワンハンドで持てるようになりましたね。はい、じゃあ早速食べてみたいと思います。さあ予定通りになるのかな。まだチーズの方に行ってないから、ちょっと行ってみるか。なるほど。これはね、めちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しいんだけど、あのね、やっぱチーズ感が足りない。あのピョーンってこう伸びてほしかったね。こうそういうの想定してんだよね。あのなんていうかな、こう食べた時にうわ伸びるみたいな。ああ、そうか、これだと足んないんだね。ただこのなんか感じはいけてると思いました。その卵の感じと、そのソーセージの感じ、なんていうかな、味自体はもう間違いないです。あとその色がね、想定してたのよりカラフルにできなかったんですけど、まあ、こうやってまあ操縦すればね、あれですけど、味的にあのピーマンがすごく生きてる。まあ、好みは分かれるかもしれませんけど、このピーマンのこのちょっとしたその食感と香りが生きてますね。だからなくてもこれこの感じになってしまったね。なくてもいいでしょうけど、まあ、あったらあったでいいと思うね。そこは反省点。もしかしたら、人参とピーマンはそこまでこの色目的には変わらないので、なくてもいいと思います。であとはこのチーズがもうちょっとピョーンってしてくれたら理想通りかな。よし、じゃあもう一回か。この反省を踏まえて、同じやり方でちょっとチーズをね倍にしてみようと思う。単純に今のやり方はいいと思うんですけど、チーズを倍にしてみます。はい、じゃあもう一回やってみます。よし、じゃあね、3度目のチャレンジいきますよ。先ほどと同様にね、このぴったりにソーセージ切りました。はい、そうしましたら先ほど1枚のところをこれね、チーズを2枚に追加です。増量します。まあさっきね、伸びなかった要因としては、まあなんていうかな、サムネとかいろいろ取ってる間に少しね、冷めてる部分もあると思うんですよ。だからもう出来たてを今回はね、バグっていった時にどうなるか検証しますね。でこんな感じで2枚目も入れて、はい、こんな感じで先ほどの倍ですね、チーズは。はい、これでさっきと同じようにきっちり巻いてみて、どうなるかやってみたいと思います。
見た目は先ほどと一緒ですけど、チーズがピョーンとなるかどうかですよね。はい、これで 3作目ですね。はい、じゃあ早速食べてみたいと思います。よしはね、3回目のチャレンジですね。はい、見た目はさっきと同じですけど、チーズ感が増しました。じゃあ早速食べてみたいと思います。よいしょと、よし、こんな感じで、はい、持ち上げることもできますよ。はい、いただきます。いけたかな？今の見ました？ちゃんとね、ぴょーんってなりました。いや、さっきよりチーズ感がすごく多くてめちゃめちゃ美味しいね。だけど、絵的にもっとぴょーんってしてるけど、ここら辺が限界かな、これ持ってる。でもここのこう断面見てみると、中もうめっちゃチーズで、いやこれ、うまっ。全然ピョン感が出ましたね。うん、ってことで、そうですね、これはもう成功と言っていいでしょう。うん、ってなことで、今回のチャレンジは一旦終了と したいと思います。またね、もっと改良、もうちょっと改良して、こうすればもっと上手くなるっていうのを、また思いついたら、さらにまた研究したいと思います。ってことで、今回の動画はここまで。はい、研磨式、はい、チーズエッグ、はい、大成功です。皆さん、簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。